スズ。目的は果たしたのに、まだ続けるのか。耳の触り方は覚えてたのか。突破口を見つけた途端、容赦ないな。中途半端でやめるのはダメだろう。耳元の底、好きだとしてもあんたに捨てられたことはまだ許してない。こういうのじゃない。これも正解じゃない。羊姿の猫と遊ぶのが得意ならヒントはいらないよな。どこを触ったら猫が喜ぶか分かってるんだろう。試さないのか。猫になるメリットって何？猫は人間のおもちゃになるだけだ。つままないで。形が違っても僕の耳なんだから。ちょっと。この耳、全く自制心がないな。わかったよ。触ればいいさ。耳を撫でるだけじゃダメ。猫のご機嫌取りは難しいんだ。違う。僕は別に。わざとじゃないんだ。その、大丈夫。僕はペルちゃんと違って、適当に撫でるだけじゃ満足しないよ。さっき言おうとしたのは、僕は野良猫じゃなくて飼い猫ってこと。首輪まで用意していたなんて、いつから企んでいたんだい？もし僕が脱走したら、迷子のポスターをあちこちに貼ってくれる？そうだね。飼い猫はずっと飼い主のそばにいたいから。you
猫が最も好むのは何だと思う？違う。自分の主人だ。誰かさんは何かにつけて耳を触ろうとするが、常に応じるわけではない。うん。痛いのだが。ああ、喜んで、お嬢さん。これは愛情表現だ。当然だ。こんな風に。この行為の意味は、これは私のもの。これで満足ですか、お嬢様。私は執事になったばかりです。サービスが不満でも返品はできません。お嬢様、本気で遊ぶ気ですか？かわいいね。耳はいずれ消えるが、少なくとも今は俺の一部だ。そう気安く触られるのは慣れてない。猫の弱点には詳しいんだな。こっちもだ。お嬢様、本気で俺を他人の元へ送る気か？そういう意味じゃない。その頭は何を考えてる？そんな幼稚な計画に同意した覚えはないんだ。それにお前は本当に俺が他人の猫になってもいいのか？切り札は用済みというわけか。